で、スピンオールドショーで放送されたのが1989年だから32年間やってるんですね。で、32年間で17回やってるんですよ。まさに国民的アニメです。国民的アニメといってもですね、日本人だけでなくてですね、世界中でもですね、人気があります。例えば、トイストーリー3ではですね、この端っこのところにですね、ちゃんとゲスト出演してるんですね。トイストーリーのラストシーンで、ゲスト出演して、あとはザ・シンプソンズでもですね、丸々エピソード1回作ってですね、なんか不思議なジブリのアニメの世界に入り込むということでですね、猫バスみたいなものが出てくるというパロディシーンがあってですね、まあこんな風にですね、世界中でですね、愛されてる、海外のクリエイターにも絶賛されてるしですね、影響を与えてる隣のトトロです。で、不思議なエピソードをですね、見つけてきました。ハート・オブ・トトロっていうですね、まあ、隣のトトロのですね、美術集なんですけども、その中にですね、もうほとんど半年間ですね、スタジオジブリに入り浸りで、宮崎駿とですね、高畑勲に密着してたんですね。その時にですね、話に行くと宮崎駿はですね、なぜかスティーブン・スピルバーグの話ばっかりしていた。あまりに意外な名前だったんですね。他に宮崎駿が、この時期にですね、スピルバーグの話してないかどうか調べてみたらですね、スタジオジブリ作品関連資料集っていう本があるんですよ。で、宣伝方針のですね、会議のですね、その中でですね、あえて似てる作品ということで、類似作品ということでですね、ホタルの墓がルネクイマンの禁じられた遊びっていうのはわかるんですよ。両方とも戦争で子供がひどい目に遭う話ですからわかるんですけど、ところが隣のトトロの類似作品でスピルバーグの E.T. っていうふうに書いてるんですね。で、これがなんでだろうと。E.T. は1982年の作品で、トトロは1988年だから、まあ年代的に言えば影響を与えてると言えるんですよ、年代的に。で、ただですね、なんでかが全く理解できなかったんですけども、関係が分かってきたのはですね、この絵を見た時でした。これね、隣のトトロのですね、一番初期のアイデアなんですよ。トトロの映画が始まった時の原案みたいなもので、宮崎駿が書いたボードです。現代の街です。で、現代の街で一軒だけ、ものすごいでかいクスノキが生えてる、庭にクスノキが生えてる家がある。で、その家でですね、おばあさんが一人で住んでると。で、夏休みに孫が遊びに来て、孫に昔話がしてると。なんでうちの家はにはあんなにでかい木が生えてるのって言うと、おばあさんがそれはねっていう話をし出す。そうすると話をしてるうちに、この周りのビルがどんどんなくなっていって、で、道がですね、水路に変わってですね。で、ビルが消えて田んぼに変わっていってですね。で、こういうですね、昭和30年代の街になるんですね。曲がり角のところに、そのおばあさんの家があって、でかい家が、木が生えていると。で、周りがもう全部田んぼで、で、水路が複雑に走っていて、川があって、で、ずっと周りが田舎の町だというふうになるんですよ。で、そこにですね、そのオート三輪が、トコトコトコと走ってくるところから話が始まる。で、そのおばあさんが、いきなりちっちゃい女の子になったところから話が始まって、雨の中ですね、こんな街でですね、お化けに傘を貸してあげた。お礼に木の実をくれた。その木の実を庭に植えたら、なんかものすごい大きくなっちゃった。ですね。で、大きくなって、で、またラストはですね、主人公だった幼女がもうおばあちゃんになってですね。で、かつての自分の年齢ぐらいだった孫たちに話をしてですね、じゃあそのお化けはまだいるのっていうふうにおばあちゃんに言うと、いやーもう見ないね、いるかもしれないねって言うと、そこにほうほうという声が聞く。そのほうほうという声はそのお化け、トトロですね。が、まだクスノキの上でオカリナを吹いてる音なんですけども、かつては、あ、お化けだ、お化けのオカリナだと分かっていた自分はもういなくておばあちゃんになったから、もうそのおばあちゃんにはそのオカリナの音はフクロウの声にしか聞こえないっていう話なんですね。すごい不思議な話なんですよ。だから、舞台となる昭和30年代っていうのを昔話として、現代からスタートして、昔に戻って、また現代に戻ってくる話として書く予定だったんですね。で、後にですね、宮崎駿はこのトトロのことを語るときに、自分の映画の中に出てくるキャラクターっていうのは全部自分の心の中で年齢を重ねてると。だから、サツキもメイもまだ生きていて、で、年を重ねていて、もう子供がいて、ひょっとしたら孫がいるぐらいの年齢になってるっていうふうに宮崎駿を語ってるんですけども、なんかね、この、木が大きくなって、
で、昔話として不思議なものに出会ったって話を聞いた時にですね、ようやっとこう僕の中で、あっと思って繋がったんですけども、ET ってそもそも、どんな話なのかって、基本設定忘れがちなんですけど、ET ってね、植物学者なんですよ。で、植物を成長させる能力を持っている宇宙人、異星人なんですね。で、この指の光っていうのはですね、怪我を治すような感じで本編内で使われてるんですけども、もともとは植物の成長を進めて、で、枯れた花を復活させるんですよ。だから ET が生き返ったシンボルで、エリオット君が持っている枯れた鉢の花がブワーッと咲き出すんですよね。もののけ姫の獅子神の元ネタって ET なんですよ、実は。で、考えてみると、その主人公のエリオットはですね、お父さんがいない、その母子家庭の兄弟なんですね。しっかり者のエリオットの少年と、わがままな妹がいて相手をしてくれないお兄ちゃんがいるんですね。で、そういえばですね、この空飛ぶ自転車もですね、猫バスと出し方が似てるんですよ。どっちも最初は一人で目撃したり、一人で体験したりして、で、ラストはですね、みんなを乗せて、空を飛んで目的地に連れていくと。で、トトロの続編、メイと子猫バスではですね、ちゃんと月夜に猫バスたちが群れて空を飛んでいくとですね、同じようなシーン出てくるんですけども、ああ、なるほどと、ET っていうのを徹底的に分解して再構成したらトトロになるわっていうのが分かったんですけども、じゃあ、エリオットがですね、エリオット少年、ET の主人公のエリオット少年がですね、サツキやメイと同じく、ずっと年を重ねていったらどうなるだろうか。そうすると、エリオット少年が大人になって、老人になって、孫に囲まれて、なんで裏の森はあんな巨大な木があるのかというふうに聞かれると。そうするとエリオットは孫たちに、昔不思議な宇宙人を助けた話っていうのを聞かせる。で、不思議な宇宙人は植物を生やす力を持っていて、最後に鉢植えをくれたんだよ。で、その鉢植えを庭に植えたらでっかい木になっちゃったと。で、鉢植えの植物は際限なくでかくなって、宇宙船が着陸していた森っていうのは巨大な原始林になったというですね。まあ、こういう ET っていうのを組み替えるとしたら、エリオットがおじいさんになって昔を回想する話もできるわけですね。で、宮崎駿がトトロの企画中、スピルバーグの話ばっかりしてたっていうのは、多分ね、これなんじゃないのかと。で、ET が面白いではないんですよ。スピルバーグ面白いけど違うと、ここはこういう風に撮った方がいいっていうですね、アイデアがもう思いついて、もうやりたくてしょうがなくなっちゃうわけですよね。だからその時のお話を、日本に変えて、隣のトトロっていうのは出来上がったんじゃないか。いや、なんかね、まだ足りないんですよ。なんでトトロに行き着いたのかっていうのは、ET はアイデアのきっかけにしか過ぎないと、こう思います。トトロが生まれるにはですね、スピルバーグだけじゃ足りないんですよ。もう、とんでもないですね。もう一人ですね、超メジャークリエイターが必要だったというです。最後まで見てくれて本当にありがとう。チャンネル登録してくれたらもっと嬉しいな。